美味しい楽しい届けます。 J-POP。 J-POP の美味しく楽しく作ってみよう。皆さんこんにちは、 J-POP ののどかです。今日はシャインマスカットを使った簡単レシピを紹介したいと思います。今回ご紹介するのはバターの塩気が絶妙、シャインマスカットのダッチベイビーです。早速作っていきましょう。今回使う材料はこちらです。まずは生地の上に盛り付けるヨーグルトバタークリームを作っていきます。ザルの上にペーパータオルを置き、その上にヨーグルトを入れて水を切っておきます。こんな感じです。ここで J-POP ポイント。ヨーグルトバタークリームはバター、練乳、ヨーグルトの順に入れると混ざりやすいので、順番通り混ぜましょう。水切り時間はお好みの硬さで調節してください。はい、ではバター 10g、 こちら練乳大さじ1、水切りヨーグルト大さじ4の順に入れて混ぜます。次に生地を作ります。オーブンにスキレットを入れ200度に予熱します。スタート薄力粉 30g、 きび砂糖 5g、 塩1つまみ、こちらをボウルに入れてよくかき混ぜます。はい、ではよく混ぜ終わりましたら、卵を1個加えてよく混ぜます。はい、それから牛乳 60g を加えて、こちらも加えてから混ぜます。はい、ではこのように混ぜてください。余熱が終わったスキレットを一旦取り出します。室温に戻したバター 5g を入れて溶かします。わ、すごい、ジュージュー言ってます。こちらバターが溶けきったら生地を流し込みます。先ほど作ったこちらです。はい、では続いて200度のオーブンで15分焼きます。15分、スタート。出来上がりましたので開けてみます。わー、すごい、どうなるんでしょうかでは早速盛り付けていきましょう。こちらのシャインマスカット盛り付けるので切っていきます。このような感じに半分に切りました。焼き上がった生地にヨーグルトバタークリーム、シャインマスカットを乗せていきます。焼き上がったクリームが乗れましたので、続いてシャインマスカットをこちら切って頭を落とします。
じゃーん、完成です。じゃーん、じゃじゃーん。それでは早速食べてみましょう。いただきます。食べます。おいしい。すごい、身がプリプリしてて甘くてジューシーでおいしいです。皆さんもぜひ作って食べてみて。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。